あらやだ。ちょっと偉そうだったわね。身内が手のかかる子ばっかりだから、どうもおこことっぽいことを喋るのが癖になってるみたい。反省しないとね。口やかましい女の子は嫌われがちだし。女の子？あ、鳴上先輩のことは基本的に綺麗な女の子として扱うっていうのがファンの共通見解だよ。別に気にしないんだけど、私が我慢してスルーしちゃうと自分のせいに苦しんでる子たちにも迷惑かけちゃうし。